皆さんこんにちは。今日は理工大学の1年生サイモンさんの生活を見てみましょう。見てみよう。はい、大変です。今は8時45分です。でも日本語の授業は8時半からです。僕は朝ごはんを食べることができません。眠くてお腹が空きました。はい、じゃあ今日はここそこあそこどこを勉強しましょう。じゃあジェニーさん、ここはどこですか？ここは教室です。そうですね。あれ、サイモンさんはどこですか？はい、僕はです。サイモンさん、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、厨房が終わりました。疲れましたね。サイモンさん、お腹が空きましたが、一緒に昼ご飯を食べに行きませんか？いいですね。今、すごくお腹が空きました。大学の中で新しい食堂と古い食堂とどちらが食べ物が美味しいですか？古い食堂の方が食べ物が美味しいです。じゃあそちらへ行きましょう。うん、行きましょう。じゃあ中国の料理とベトナムの料理とどちらが美味しいですか？どちらも美味しいですが危ないっぽいです。じゃあ韓国の料理はどうですか？韓国の料理は美味しいですけどちょっと高いですね。大丈夫、僕はお金持ちですよ。私は貧乏です。時間がありますね。図書館で勉強しましょう。いいですよ、行きましょう。あ、ちょっと待って、はい。勉強の部屋は何階ですか？グランドフロアです。あ、そうですか。図書館で面白い設備がありますか？ありますよ。例えば3階のビデオコーナーで映画を見ることができます。そして3階の研究コーナーでコンピューターの研究ができます。うん、いいですね。今度一緒に映画を見に行きましょうか？いいですよ。あ、こっちに喫茶店があります。ポデムフロアです。私はよくコーヒーを飲みながら音楽を聴きます。これは一番のストレス解消法ですよ。あ、すごいですね。でも今は勉強しましょう。たくさん宿題がありますね。そうですね。サモン君は昼ご飯を食べ過ぎましたが、
ますか？じゃあアワビの寿司を買います。ちょっと高いですね。専門はお金持ちですね。Bye.